前にです、ねあのまあ、予告っていうと大げさですけれども、えー、一度とこれをやりましょうと申し上げていたあの、まあ、宮台さんの、えーまあ、ご師匠さんでもありますあの三田宗介先生がですね、まあ、お亡くなりになったということで、えーまあ、その追悼も兼ねてあの。 先生のですねあるいはど,どんなことをあの、まあえー、やってこられた方の中を少しここでまた、えー、学び直す機会をですね作りたいと思っておりまして今日はちょっとそれを、えーまあ、ここに、えー、この日に、まあ、それをやりたいということで今日は、えー、そ,のそのような番組を企画しましまた偉い先生がいると、はい、誰が一番先生に愛されてるかの競争みたいなことが起きやすいんですよ。<laughs> すねすね、それは本当に非常に、はいあの 弟子の間のこう厳しい学習までに発達することもよくあるんで三田先生の場合ねそれがないところがまた特徴なんですよだから誰もが自分が一番愛されてると思うこともできるっていうところもあるんだけれども不思議なところですよねそこが。大の本郷ににに行った時に僕が話に進学するわけですよねで既にね前年の5月に桐生の鳴トが出て,きた出ていたということもあって三田先生のファンだらけなのよ。 人人気気があった大変な人気ですで、まあ、僕はその頃社会学に特別な関心はなかったけれどもただ僕はあのちょちょ、まあ、当時珍しくなかったと思うけど進学校ではねまあ広松亘とか吉本隆明とかいろいろ読んでいた兼ね合いで、まあ、その三田先生もそういう系列の人っていう意識があったってことはあったけど、うん、ほとんど知識はなくて行ったんですよ。 ペンネームがねあって牧祐介と、はいでまあ、どのペンネームが2つあるっていうのは珍ペンネームってか2つの名前で書くっていうのは割に珍しいのでねみんながそこにこう特別な思い入れをしてですね、まあ、三田先生もよく聞かれるもんですからいろいろな説明をなさってますけれども、まあ、あのすごく思い入れを入ると、まあ、ただ僕なんかね近くで見てるとねあ,のあんまり極端にこう区別しない方がいいかなって気持ちの方が強いですね。つまりあの三田先生にとっては あの今日は牧スクで講義をやりますとそういうふうになるわけじゃないのでずっと同じなんですねただまあご本人の中にこうそういう名前を使いたいっていうことがあるんですね時々。うんうん、まあすごく形式的なことで言うとね、うん、要はあの原稿依頼をされて書いた時には原則的には三田宗助なんですよ。<laughs> で自分が勝手に言って 自由に例えば何年何月までに締め切りとかっていうふうなことがなくしで書いたものは牧之助だっていうのは、まあ、大きく見ればそうなんですけどね実は高校が、まあ、東京生まれだけど、うん、大阪で、うん、実はあのご家族はあの結構こう複雑といいますか、ね、ご苦労されたご家族だったっていうことですよね、うん、三田先生はね、うん、僕らが知ってる範囲ではあの客観的には孤独じゃないです。 恵まれて、はい、しかもあの、まあ、同世代の中で最も自分のことは一応にしておくとして、ね、非常に優秀な人というかうん、うん、感受性いろんな意味でさっき言ったように学者だけじゃないので学者にならなかった人の中にも、ね、非常にこう魅力的な人がいっぱいいましたからそういうふうに学者もそれから、ま、あの家庭的にも、ね、あのよかったと思います。お子さんも あの2回の結婚で6人で、ね、6人人おられる、うん、普通に見もちろん孤独でもなんでもないんだけどそのもっとベースですねおそらくそういうことになるより、うん、もっと若い頃、うん、先ほどの家出願望なんてこともちょっと関係あると思うんですけれども、うん、だから何かあのすごくあのベースのところにあのすごくこうこ孤独なものがあるかなって思うことがちょっとありますね。とは違うとトゥギャザーズいてもローンリーこれが孤独の本質。 なんですよただあの社会学あるいは三田先生のねあの読書歴がある人はいや、えー、とトゥギャザーでいれば、ね、ロンリーあるいはロンリネスに苦しまないという人もいるのよ。うん、でもある種の人は誰かとツギャザーでいてもロンリーでありうるロンリネスに苦しむでそれはなぜなのかっていう問いはねやっぱすごく僕は重要な ポイントに繋がってると思います。宮内さんと大沢さんに一つずつ、ちょっとパネルに今日書いていただきましたので、ちょっとそれを出していただいて、まちょっとそこを入り口にあのまあ三田先生のまあ功績ですね。どんなことをあの？ 言われた方なのかっていうのはちょっとそこからあのまあ大沢先生のこれはねあの三田先生よく使っている言葉ですねを取っていくとまあこれはねあのしかも三田先生こちよく使う言葉なんですあのであの三田さんさっきも言ったようにねまあ学者として何とか以上の一つのなんていうかまあ一つの試作者でありかつ実践家でもあるみたいなことだからその一番基本のモチーフってことちょっと言ってて人間にはね。 二つ根源的な欲求があるっていうふうにまあ一見こう反することなんですよねつまりどっかにきっちりとした安心できる根を持つってこととそれから自由になるっていうかね翼を持つってことと二つの欲求があるっていうのがね、うん、あの三田さんの言ってることまあその一番それをはっきり書いたのはな「気流のなろう」とって本の中で最後の方でそういうことを言ってるんですね。 この二つのうち、どっちがより根源的かっていうとね、おそらく翼の方なんですよ。っていうか、少なくとも翼を先に考えないといけないです。うん、翼を持っているっていうこと、やっぱり翼を欲してるんですね。うん、そのつまり、自分が翼を持っていると、例えば、どういうことかっていうと、例えば、今日からも、先ほどから何度も出てるように。例えば、三田先生は、この状況の中で、何かを考えるわけですけれども。うん、あの、すごく、いろいろ。 あの個人的なこの孤独感があったりしたと思うんです。だけどそれが一挙に翼を持って人類のことになっていたり、その人類どころか生きとし生き得るものの問題だったりするっていう感じでこう思いっきりこう翼を持っていくんですね。だからその当時の人たちが持っているあの。 なんていうかか想像力のねあのねあ勢はるかにこれ、まあ、実際問題としてもね、うん、あの三田先生の一つ、まあ、さっきも言ったように本当は若い頃から圧倒的な才能を発揮してますけれども私、うん、まご本,本人からするとあの自分が一つ転機になったのはそのあのあメキシコに行ったりインドを見たりとか、うんうん、そういうことでまあ翼を持っていろんなところを見てくるわけですよ。うん、三田さんが、ね「あの気流の鳴る音」というのはこれはあのまた不思議な本です。うん、その まあ、あのカスタネダっていう人類学者が「焼、はいまあ、族っていうネイティブアメリカンの,あの長老のドンファンっていうねが語ったことを書いてるその本を元に書いてるわけで,す、ねうん、で三田さんねでもね本当はその本ね最初鶴見俊介にねあの最初紹介された時には読んでもあんま面白くないのこの本はと思ってたらしいの。うん、だからそのメキシコに行っていろいろしてから、うん、もう一回読み直したらね、うん、すごくこうあのあ つまりやっぱり翼を持ったことでね、あのー、一つ物の見方がねやっぱ大きく変わっていったんですね。物化あのー、っていう概念があってね、えー、これをどう理解するのかっていうことが非常に難しい。あのえー、で広松あたりが物証化っていうのはある種の。 分、えー、かりやすく言うとですね全ては実体ではない関係によって成り立っているものを実体化してみることが物証がなんだっていうふうに言うわけですよね。で「かなり難し,いでしょこれで広松亘」はもともとお寺さんだからあの、まあ、仏教的な説明でもあるんだけど三田先生はすごいクリアにあのそ疎外って言われてるものは 何々からの阻害それお金持ちになることからの阻害恋愛からの阻害ステータスからの阻害それを皆が阻害と呼んでいるとじゃあ物証化っていうのは何かっていうとお金,お金への阻害恋愛への阻害あるいはステータスへの阻害それが自分にとって必要不可欠な何かだと思い込んでいる状態。 それは仏性化なんだっていうふうに整理されてるんですよ。絵の素材っていうのがね、まあ世界的に見ても三田さんだけだよね。だけです。先生を持つってことはすごく重要で、まあそれはねもちろんあのそういう人にうまく出会えるかどうかっていうのは人によるわけだから、いろいろ運もあるけれども、うん、まああのなかなか本当に尊敬できる人っていうのは何人かなかなかいないとね、うん、なかなかあのそういう仕事で。 あの大きく体制するのは難しいかなっていうような感じは、うん、あのします。だから、うん、なあの一人じゃなくてもいいですけどね。うん、あの何人かまあ一人で最低一人、うん、そういう人がいるのが大事だなっていう感じは。強い,い師匠を持てということですね。うん、そ,うそうね。どの分野にあったとしてもということですね。うん、それはね。